離婚時みなし被保険者期間とは、例えば厚生年金保険の被保険者の夫から第3号被保険者の妻に厚生年金の分割が行われた場合、妻は厚生年金保険の被保険者ではありませんが、分割を受けたことによりその期間は厚生年金保険の被保険者期間であったとみなされます。離婚時みなし被保険者期間含まれるもの、離婚時みなし被保険者期間を考慮するもの。1、報酬比例の年金額の計算の基礎。2、長期要件の遺族厚生年金に関わる死亡した被保険者等の範囲。3、振替加算の調整、振替加算を行わない場合に関わる老齢厚生年金の額の計算の基礎、240月以上。離婚時みなし被保険者期間を含めて厚生年金被保険者期間が240月以上あるものには振替加算は行われない。含まれないもの、離婚時みなし被保険者期間を考慮しないもの。1、老齢厚生年金の受給資格期間、10年以上。2、特別支給の老齢厚生年金の支給要件となる期間、1年以上。3、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎。4、老齢厚生年金の下級年金額の要件となる期間、240月以上。5、老齢厚生年金の長期加入者の特例の要件となる期間、44年以上。6、脱退一時金の支給要件となる期間、6ヶ月以上。